藩諦、聖火23年11月14日は、李氏朝鮮前期の検身。訓球派の狩猟、外籍として、朝廷の実権を掌握した。字は子、深し、五葉皇帝、四、友堂、送り縄ただ諦。本願は、清志周藩氏。祖父は、芸文館をおひげ学、藩直室、父は、藩期。娘の二人は、英宗の日。 聖州の日となった。友人である県を通じて、主要王君受の地区を終え、その権力奪取の計画に加担。1453年の紀流西南で活躍し、西南更進一等となる。1455年、清祖が王になると、右少子に進み、聖三門ら死陸神による丹州福井運動を阻み、その中殺に加わった。その後も、養殖を歴任し、 1462年の右に、聖、1463年の左犠牲を経て、1466年に両犠牲に昇進したが、病気のために退り添いた。1467年の理性愛の乱では、判断が疑われ、一時逮捕されている。清祖が没すると、その異名により、若い英想を補佐するために、印象として、再び政治に関与。 南の無本事件などで政敵を排除しながら、1469年に、両犠牲に服した。同年、英宗が没すると、定期横行因子と結んで、青州を即位させ、自らは、平奏繁省を兼ねた。1471年、両春秋漢字となり、再被刺し、新宿船と共に、清楚実力を完成させた。1487年に没し、創病に、 聖祖の灰通る行進として祀られた。去年73。死後の1504年、縁山君による孔子師鹿に際し、縁山君の母、陰秘の玉物死に関与したとして、半明の墓は暴かれ、意外は損壊されたものの、1506年9月に縁山君が失脚し、中層即位直後に、再び身分が回復した。半明のサイン参考、朝鮮王朝実録。 ありがとうございます。